こんにちは多分風チャンネルのルのディオです今日の動画ではちょっとサカナクションの最近あった3つのお話最新情報をお伝えしたいと思いますでまずあのこのチャンネルで何でサカナクションなんだっていう藤井風さんのファンの方がい,るいらっしゃると思うのでその経緯を少し話そうと思います僕はもともとサカナクションの大ファンで藤井風さんの方がもう本当に最近ファンになって サカナクションは10年前からぐらい前から結構好きで、えー、それでなんか先月ふとサカナクションの動画を作って YouTube に上げてみようかなと思ったんですけどいかんせんちょっと動画にできるようなネタがないなっていうのとあとさあの藤井風さんのライブに行く時だったので、まあ、その動画を上げました。でチャンネル作る時になんか藤井風さんのチャンネルでもあるし サカナクションのチャンネルでもあるしっていうチャンネルタイトルを考えたんですけどそこでその「多分風」っていうサカナクションのシングルがあるんですねそれと藤井風さんの「風」をいただいて「多分風チャンネル」っていうのが完成しました。 なのであの、ぜひ藤井風さんのファンの方にもあの、サカナクションの魅力知ってほしいなと思うので、ぜひ見ていただければなと思います。で、新たに、えー、とこの動画からサカナクションを好きで見てくださる方も、あの藤井風さんの魅力はたくさん動画につしてきたので、ぜひよければこの動画見ていってください。それでは早速、えっと、3つの、あ通っちゃった。3つの、えー、最新の情報、 伝えていいいきたいと思います今日の動画の内容はこちらです。こんな感じ、この3つになります。で、まず1つ目いきますね。1つ目、ショックなんですけど、ショックって何やねんって感じだと思うんですけど、サカナクション新曲をシれットリリースというか、世の中に、えー、生み出していまして、そのタイトルが「ショックびっくりマーク」です。で、この曲は、えー、先週の10月15日金曜日、 にに、えっと、公開された劇場版ルパンの娘の娘主題歌ななってますで、えっと、なんでこの「ルパンの娘」の主題歌になったのかといいますと「ルパンの娘」っていうドラマをニクール何年か前にやってるのと最近比較的最近やったのがあって深田恭子さん主演なんですけどその時に、えー、ドラマ版の主題歌が「 サカナクションのモスっていう八三四一九四っていうあのアルバムに入っているモスという曲なんですけど、その曲のつながりで今回、えっと、主題歌映画版も主題歌でサカナクションのショックという曲です。本当にこの曲はあの、えー、概要欄に貼っている特別映像の え、動画にちょろっとえ音源聞けるんですけど、それ以外の音源が聞けない。なんでもう映画館に行かないと本当にサカナクションの新曲が聞けないみたいな状態で、ちょっと僕も、あの、ここ何日か忙しくて行けてないんですけど、ぜひ行った際はまた、あの、どんな曲か、ちょっと面白い曲だったんで、その、特別映像を見る限り、なんか、新しいサカナクションだなっていう。 感じがしたのでまたあの映画見たらあの動画上げようと思いますのでぜひ皆さんも映画館でチェック、まあ、映画はチェックで音楽はあのぜひ聴いてみてくださいでなんかもうすでに聴いたよって方はぜひコメントであの感想を教えてもらえるといいかなと思いますじゃあ次2つ目ですね2つ目ですえっとこれジンズミームと読むんですけど あの、ジーンズ、メガネのジーンズの会社の、あの、CM に山口一郎さん、あの、一郎さんが、ボーカルの山口一郎さんが、あの、出演してます。で、メガネ型デバイスって言って、ジーンズミームって読むんですけど、あの、なんだろう、Apple Watch とかしてる人は多分同じような感覚だと思うんですけど、 つけてるとまばたきの回数が多いですよとかなんかずっと集中してますねとか姿勢が悪いですよとかいいですよみたいな情報がこうスマホで確認できると。でその広告 CM 等が山口伊藤さんイチローさんで CM の音楽もサカナクションが担当してるってことでなんかリンク貼っとくんですけど CM の,あのオフショットとか CM 自体 もうすごい音がサカナクションっぽくって、なんかあのサカナクションファンが喜ぶような仕掛けがあったりして、例えば、なんかイチローさんの家、みんな知ってると思うんですけど、サカナクションの人たちは。イチローさんの家の家で撮影してたり,してたりだとか、あとは、イチローさんの携帯が映るんですけど、そこにあの電話相手がサバちゃんって書いてて、サバちゃんっていうのは、 サカナクションのマネージャーの女性の方がサワちゃんなんですけど <laughs> サワちゃんって文字があったりサカナクションファンにはなんかこうあっ,ってなる仕掛けがいくつかあってなんかこれもちょっとサカナクションらしいなっていう一面が見れますでなんかお店に行くと一郎さんが写ってるチラシがあるらしくて風の噂で聞いたんですけどなんで次ちょっとジーンズ行ってあの実際にチラシゲットしてこれもまた動画にしようと思うんで あの入手次第紹介しますんで、皆さんもゲットしたらまた教えてください。ゲットしたよとか、そんなんなかったとか、ちょっと真に不明な情報なんで、ぜひ教えてください。じゃあ次、三つ目ですね。三つ目が、なんかこれ、ちょっと情報にするのは早いかもしれないんですけど、サカナクションが重大発表を、えー、今月10月の20日か25日にすると、一郎さんがインスタライブで言ってたのを僕が聞きまして、 あの、それをちょっと今回書いてました。なんかポイントとしては、その10月20日か25日、その間かもしれないんですけど、お魚かなションの大きな発表があるらしいです。で、なんかもうすでに決まってる、昔発表された情報として、12月、えー、ツアーが開始されます。で、ツアーのスケジュールも公開されてて、それがこちらです。じゃじゃん。 2021年の12月11日から愛知県から始まって最後1月26日武道館で終えるツアーがもう発表されてて場所は愛知大阪福岡宮城北海道東京なので、まあ、6会場12公演なんですけどっていうのを発表されてますで、えー、このタイミングでサカナクションがこう新しい発表しますよって言ってるのと、まあ、一郎さんの なんかインスタライブとかを見る限り、僕が、えー、予想する重大発表。まあ、一応さんが言ってたことを証言を元にして4つしてます。4つねで書いてる通りなんですけど、まず1つ目が。まあ、そろそろファンクラブ先行チケットの情報が解禁されるんじゃないかなと思ってます。もう12月の11日から始まるんで、もう2ヶ月切ってるんですよね？ なので、まあ、ファンクラブ選考の話はそろそろ連絡来てもいいのかなと思います。で、サカナクションのチケット、ちょっとだけ取り方がややこしいというか、あの、最先端行ってますんで <laughs>、ちょっと解説、まあ、概要出てから解説は、僕の方でまた動画をまとめてやりたいと思います。で、二つ目、これはほぼ核情報かなと思うんですけど、11月オンラインライブで未,未発表の曲を披露するのではないかなっていうふうに。 予想してます先ほど紹介した「ショック」とかあとは「気になるダンス」っていう曲とかあと他何溜まってんだろうなんか結構溜めてて「あブラトーか」かあの目薬の CM の曲とかあの結構溜まってる曲をなんかもう初めてはそのアルバムで発売するんじゃなくてあの ライブで発表するみたいな話をしててオンラインライブの予定もあるって一郎さん言ってたのでこの情報も来るんじゃないかなと思いますで3つ目がその2つ目の付随,付随してその2つ目オンラインライブで初披露した曲をアルバムにして出すみたいな話を聞いてますで多分フルアルバム15曲とかではないと思うんですけどミニアルバム的なのを出す 話を聞きましたで4つ目につながるんですけどなんかそのアルバムは2部構成になって1部が12月で、えー、来年にもう1枚出すっていう話もう1枚同じように出してライブするんじゃないかなっていう風な情報をちょっとイチローさんのインスタライブとかから聞いてますのでまあちょっとおいおい僕もすごい <laughs> サカナクション大好きなんで楽しみにしてます。 で、まあ12月の20日とか25日に新しい発表あるみたいなので、ちょっとまとまったら、あと、こちらから僕らの動画でもう取り扱いたいなと思ってます。以上で。 えー、今日の動画終了しますあのこれからもサカナクションは特にアクティブにあのいろんな露出増えてくると思うので情報提供たくさんしていきたいと思いますので、えー、今日の動画がいいなと思ったら是非いいねチャンネル登録の方もよろしくお願いしますで是非藤井風さんのファンの方も、えー、僕のチャンネルを通じて少しでも、えー、山口一郎さんとか サカナクションの音楽の魅力を伝えれたらなと思ってますので是非応援してください。はいそれでは、えー、失礼します。バイバーイ。